今日はあまりエロいいことなかったな。また口に出してつぶやいてる。本音だからな。まだ何かあんのか。うん、委員会。そっか、じゃあな。濡れた少女だ。透けたブラウスが張り付いて、下着はくっきり。なんて素晴らしいんだ。いやいや、あのよかったら。よろしいんですか。もちろん。あのよかったら俺ん家で濡れた服を脱がさないか。え、ああ、いや違う、そういう意味じゃないんだ。もちろんその時には俺は別の部屋にいて、君には何か適当な着替えを貸してあげて。でも遠慮しなくていいよ。俺は決めてるんだ、女の子は大事にするって。どうして。宝だから。可愛いし、エッチなところはエッチだし、おっぱいとかお尻とか足首とかおっぱいとか脇の下とかおっぱいとか、とにかく男の無限の夢が詰まった宝箱だから。